the hardest puncher by far in the entire world. You guys gonna see the seventh round? I'm gonna knock this dwarf the out. You a stupid dwarf, man. Your little T-Rex arms, man. My longer than your arms. The bum. I'm gonna tank up from round one non-stop, and he's gonna get knocked down one round. He's not gonna hit me because his arms are short as he looks like a T-Rex. There's no way I can miss you. The big ass hands like the koala shape. Koala with chlamydia, man. What? Cause he has a big ass head, just boom, you know? It's target, it's literally target practice, man. How are you gonna knock him out? I'm not gonna say what punch. I already said I'm not gonna say what punch. But yeah, I'm gonna see. That's only gonna be one punch. One punch? Yeah, it's gonna be one punch. このボクサーはただのビッグマウスに見えるけど、実は今動画を見ている私たちを全員ボコボコにできるほど強いんです。でも最終的にワンパンチ KO されてます。じゃあ相手は一体どれほど強いのか、この動画では試合で一体何が起きたのか素人でも分かりやすく分析します。チャンネルの登録ボタンをスマッシュして見ていきましょう。ロメロはジャブを打って、ジェヴァンタはそれをパーリングで止めます。ここで皆さんに注目してほしいのはロメロの左手です。パンチを引いてません。打ったらすぐ返すはボクシングの基本ですが、ロメロはその基本を破ってるだけではなく、逆にジェヴァンタのパーリングを押してます。実はこれはロメロの作戦なのです。押されると押し返すという人間の本能的な動きがあります。ロメロの作戦はこれを利用するものでした。ロメロはジェヴァンタのパーリングを押して押し返される瞬間を狙っていたのです。そしてその抵抗を感じると、ロメロは素早く手を引いてジェヴァンタ自身から自分のガードを下げてもらいます。ここでロメロはさらに罠を仕掛けていきます。ロメロの体勢を見ると、次に右ストレートを打つのは丸見えです。で、実際にロメロは右を伸ばしていきます。ジェヴァンタの左手を見ると、ロメロの右ストレートをパーリングで対応する動きを見せています。ジェヴァンタはロメロの罠にぴったりはまってしまいました。ロメロは右を顔に当てるよりもパーリングしている手を引っ掛けてガーボンタのガードを下げます。ジェヴァンタの右と左両腕が完全に下がっているのでガードできないのはもちろんですが、その上にロープにも押されているので距離を取ることもできません。完璧な状態を作ったロメロはここから左をクリーンヒットします。このシーンではロメロの上半身を分析しましたが、実はというとユニークのフットワークも使っていたからこのパンチを当てることができたのです。他の角度から見ていきましょう。ロメロは前足で踏み込みながらジャブを打ち、それから後ろの足でステップして構えを縮めます。この状態からまた前足で踏み込みます。ロメロは一発のジャブを打つ間に足で3回もステップしています。クレバーなステップワークのおかげでジェヴァンタのガードに届く位置まで距離を詰めることができました。しかしパンチを当てるためにはまだ距離が遠すぎます。ここでロメロは構えをスイッチするようなフットワークで距離を詰めてサウスポーから左ストレートをヒットさせます。ロメロはただ注目を集めるためにトラッシュトークしたのではなく、ちゃんとジェヴァンタ対策を準備して本気で倒しに挑んだことがよくわかります。ロメロはこの調子でどんどん攻めていきます。ロメロはジャブを打って、それから以前と同じように右ストレートを打つ動きを見せていますけど、今回はガードを引っ掛けるよりもフェイントとして利用します。ガボンタがそれに反応すると、ロメロは両足で飛ぶフットワークで距離を詰め、オーソドックスのまま外側に移動しました。以前のシーンと比べるとフットワークだけではなく移動している位置も違うことがわかります。ジェヴァンタはパンチを見切れず、もう一度左をヒットされてしまいます。ロメロはこのようにフットワークで攻撃パターンを変え、変則的なパンチ技術を利用して
アグレッシブに攻めてジェヴァンタを困らせようとします。しかし高いファイト IQ を持つジェヴァンタはロメロの攻めを完全に潰します。ガンガン攻めてくるロメロに対してジェヴァンタは自分の天性の攻撃力を使うよりもディフェンス技術で格の差を見せつけます。ここでロメロは以前のシーンで見た同じコンビネーションを仕掛けますが、左を狙ってることに気づいたジェヴァンタは頭をフックと同じ方向に向けてパンチを流し、それからバックステップで攻撃が当たらない安全な位置を確保します。このように試合中に相手の攻撃とパターンを読み取って動きを変えられるのは高いファイト IQ を持つボクサーしかできません。ロメロの動きを完璧に読み切ることによって一発ももらえませんでしたが、下がることによってロープに詰められてしまいます。接近を止めるためにジェヴァンタは右手を伸ばし、それに対してロメロは空いてる側に左フックを打ち込みます。ガードが空いてるのでクリーンヒットするように見えますが、ジェヴァンタのディフェンス技術を見てください。フックと同じ方向にステップしながら頭を落として、パンチの威力を完全に流しました。フルスピードでこのシーンを見るとパンチが当たってる印象を受けてしまいますが、このようにゆっくり見ていくとグローブがほぼ頭を触ってないことがわかります。やばいディフェンス技術とファイト IQ です。そしてそれ以上にすごいのはジェヴァンタの人間離れの反射神経です。攻撃が見えていてそれを外すディフェンス技術を持っていても、パンチが頭に届く前に避ける行動を取らなければパンチはヒットします。このシーンを見てわかるのはジェヴァンタの体ごと移動する速度はロメロのパンチングスピードに負けてないということです。これはやばい反射神経です。だけど次のシーンでジェヴァンタはこれよりもすごい動きを見せます。ロメロはフェイントでこの小さなステップを隠して、それからさらに深くステップにして右ボディを打っていきます。距離を詰めるテクニックをうまく利用してますが、ジェヴァンタはこのパンチを避けてカウンターを合わせます。全身を移動する両足のバックステップでパンチを外し、下がる勢いを止めて、そこからキャンバスから浮きながらカウンターストレートをヒットさせます。そして忘れてはいけないポイントは、このシーンの実際の長さは1秒以内です。これはもはや人間ではなく猫のような反射神経としなやかな動きです。あんなにトラッシュトークしてここで負けるわけにはいかないので、ロメロは諦めずガンガン攻めていきます。序盤で当てていた同じコンビネーションで攻めていきます。またジェヴァンタに避けられてしまいますが、外された後の攻撃を準備していたのです。リーンバックで避けたジェヴァンタに対してロメロは後ろの足から前に蹴って右を打ちます。相手の攻撃になりすぎて気を抜いてしまうボクサーであればこれは間違いなくヒットすると思いますが、ジェヴァンタは一瞬も油断していませんでした。前足でバックとサイドにステップしながら頭をずらして見事にパンチを外し、その後回ってプレスを流していきます。攻撃に失敗しましたが、ロメロは諦めずまた別のジェヴァンタ対策で攻めていきました。左フックを打ってジェヴァンタはダッキングで対応します。細かく見るとロメロはフックを打っていません。腕は動いてますがこのパンチを当てる意識は一切なかったのです。この2発目のフックを当てるつもりでした。罠に引っかかったように見えますが、気を抜いてなかったジェヴァンタはリーンバックでパンチを外しました。そしてここでポーズを入れると相手をよく見ていることがわかります。一生懸命に攻めているロメロですが、ジェヴァンタに届きません。あまりにも余裕を感じていたので、インターバル中ジェヴァンタはリングサイドで観戦していたお母さんに話しかけていきました。遊んでるように見えますが、忘れてはいけないのはロメロは決して弱いボクサーではありません。技術を持っているのは間違いないけど、ジェヴァンタ・デイウスは別格です。6回に入るとロメロは準備してきた作戦とテクニックを全部使ってしまい、どう攻めればいいのかに困っていました。なので唯一成功していたコンビネーションをもう一度仕掛けていきます。だけど
これは大間違いでした。ロメロが何回も繰り返していたせいか、ジュヴァンテはこのパターンに完全に見慣れていて、今回はヤバいカウンターを準備していたのです。ロメロはジャブ、ストレート、それから左で踏み込んでいき、ジュヴァンテはその左を避けながらパーフェクトなタイミングで自分の左をピンポイントに顎にヒットし、ローリーを倒しました。このカウンターは本当に恐ろしいです。ロメロの全身にカウンターを合わせたジュヴァンテはパンチの衝撃を何倍にも増やしました。そしてダウンの後、ロープ際から回っていくところを見ると、ジュヴァンテは打つことだけではなく打った後のディフェンスも考えていることがよくわかります。ロメロは立ち上がりますが、足を見ると膝が伸びきってる場面が見られます。失神したボクサーの体が硬くなって伸びきるのは皆さんは見たことがあると思います。たくさんのダメージを受けると失神してなくてもロメロのように膝が伸びきるパターンもあります。つまりロメロは戦い続けられる状態ではありません。レフリーはそれに気づいてロメロを無駄なダメージから救いました。ジュヴァンテ・デイヴィスの KO 勝利です。4月23日、ジュヴァンテ・デイヴィス vs ライアン・ガルシア、一発を持つ者同士のスーパーファイトが実現します。現時点ライアン・ガルシアはビッグアンダードッグです。まあどちらが勝つかわからないけど、ベットするなら僕は KO 決着でいきます。ボクシングにベットしたい方は概要欄に貼ってある特別 URL からサイトをアクセスして10ドルフリーベットプレゼントを受け取ってください。そして格闘技だけではなくサッカー、野球、ブレイキングダウン、すべてのスポーツにベットできます。チェックイット。このパンチじゃないもん。これだから。フルトンとアフマダリエフ戦ったら、俺はフルトン勝つと思う。ノエナイアとのスパーリングを重ねてきたっていう記事が書いてあって。パンチをもらった時のグローブの質感が、グローブじゃなくて、もう野球の硬球とか。カシメロとね、試合が組まれたっていうのも奇跡的ですからね。それがデビュー、うん、モイタイデビュー戦。そうですね。ランカーとかチャンピオンとか、まあ、今すぐにでも戦いたいっていう気持ちあるんですけど、別に平本が嫌いというわけじゃないですよね。まあでも自分だったらさすがに、まあ、僕勝てるんですけど。まず柴田選手が試合も発表されてるのにまだ契約してないんですよって言ってた。おお、ね、見たかボケ一発じゃん。ぶっ倒してきました。一番キャリアの中できつかった時期です、多分。うわ、井上選手に感じてる評価と同じような評価をアメリカのファンも持ってます。前日に計量して その後食べるから、それリカバリーしてカーボアップすると、そうルニート・ドネールの、ライブ配信の話に戻ると、ちょうどレフリーが試合を止める前にこういうことを言ってました。 Yo! ワールドランス3タイムチャンピオンアンガス・ナンピナス・パタン・オルモク・ジョン・レール・カセメロ・シャットアウトパラファミリータイム・イッティ。So ano pang inintay nyo? Mag-subscribe na kayo! Let's go! Boom!